皆さんこんにちは、賃貸の正木の中島です。本日私は奈良市佐保台西町にございます 2K の賃貸アパートグレイス奈良山にやってまいりました。まずはこのリビングとしても使える広々とした様子なんですが、これだけ広々としておりますので、物の配置とてもですねしやすくなっております。お部屋は南向きのお部屋ということで、南側からの暖かい日差しがしっかりと入ってくる、そんなお部屋となっております。窓を開けていただきますと、このように広々とした窓コンスペースに出ていただくことができまして、お布団やお洗濯物などしっかりと干していただけます。またこのお部屋は1階ということで、このようにシャッター窓もございますので、夜眠るとき、お出かけの際などもですね閉めていただければ防犯面もアップいたします。またお部屋はですねこのように二重サッシとなっておりますので、こちら冬場結露などが起きにくい素材となっております。そしてこのようにエアコンも1台最初から設置されておりますし、照明機材も最初からございますので、ご準備の心配がございません。この広々とした洋室の隣にはですね、こちらこのようにですね洋室がございます。この部屋、寝室としても使えるお部屋となっておりますのでご安心ください。収納スペースもこのように奥行きのしっかりとある収納スペースがございますので、衣類などもしっかりと直していただくことができます。そして先ほどの広々とした洋室のですねところからお風呂場に行くことができます。お風呂はですねとても広々としたお風呂となっておりまして、はい、身長約170cmある私がですねこのようにしっかりと入って肩まで浸かることのできるお風呂となっております。天井には浴室乾燥機もございますので、冬はぜひご活用ください。そして人気のシャンプードレッサーや室内洗濯機置き場もございます。そして防犯面といたしましては、このようにもう一つモニター付きのインターホンがございますので、お部屋の中にいながら外の様子もよくわかります。そのすぐ近くにはですねこのように収納スペースもございますので、掃除機などので家電などもですねしっかりと収納できます。それではキッチンスペースに行ってみましょう。キッチンスペースはこのように広々としたキッチンとなっております。シンク、調理スペースもしっかりとございますし、上と下にも収納スペースがございます。冷蔵庫などはこのスペースに置いていただければと思います。反対側の扉をですね開けていただきますと、このようにお手洗いとなっております。トイレには棚もございます。奥に進んでいただきますと、このようにリモコン給湯もございます。玄関スペースにもなっておりますので、玄関スペースにはですね大きな下駄箱もございますので、靴の収納にも困りません。いかがでしたか？これだけ使い勝手のいい 2K の賃貸アパート、気になるのはやはり賃貸条件かと思います。気になる賃貸条件は弊社ホームページをご参照ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸の正木のスタッフは皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。